こんにちは日野です、いつもこんにちは日野ですって言ってましたけど、こんばんは日野ですということで、もう夜なんですけど、まあ、これ見ている方はでこんばんはじゃないかもしれませんけれども、あともう店に戻るので、あと何分かの間だけで、撮れるかなと思って、ちょっと不気味なあの顔になっておりますけれども、まあ、少しだけお話しできればなと思ってボタンを押したんですけれども、何もね考えていないという毎度のことなんですけれど、そうですね、今あの三国志をね、これ今ちょうど手元にあったので三国志を読み始めてるんですけど、三国志ってあのまあ、僕自身実はまともに読んだことがなくて、まあ、漫画とか横山さんっていう方とか書かれててね、それを僕は読んでないんですけど、娘とかは読んだって言ってましたけどね、その三国志、吉川英治さんの三国志を今一巻から、一巻のまだこう終わりぐらいなんですけれども、少しずつね読んでいこうかなと今思っています。で、まあ、なぜかっていうことなんですけど、僕自身の門っていうのがですね、門っていうのはその自分の資質を知る門っていうのがあるんですけど、その門の資質が月収門っていうのが一番強いと、そして生まれながらに持っている陽律門っていうのが強いそうなんですね。でその陽律門っていうものの人物像でいくつかこうモデルとなる人物がいるということで、その中で挙げられた人物の一人が、劉備玄徳っていう人だっていうんですよね。でそれ聞いて、あそれだったら、まあ、三国志、読んでみようかなと。その陽律門っていうね、陽律門、その律門っていうんですけども、その律門の、非常に影響が強い人物として劉備玄徳、その他に、ちょっと誰か忘れましたけども何人か挙げられてて、まあ、その劉備玄徳って言えば、まあ三国志ですから、三国志を読んでおこうかなと、まあ、それで何らかのヒントが得られるのかなっていうことで、まあ、そういう理由で今回三国志を読んでいます。で、まあ、吉川英治さんって、まあ、その小説はね実物と史実とは違うというもう認識で読んだ方がいいと思うんですけれども、でも吉川英治さんのって、まあ、物語史としてもねすごく面白いですよね。でだいぶ前というか何年か前に宮本武蔵の吉川英治さんのやつを読んだんですけど、まあ、これも非常に面白かったんですよね。でもし読んでない方がいたらね、これおすすめなんですけれど、宮本武蔵、まあ、この宮本武蔵っていうのもね、その実在はしてるっていうふうに言われてますけど、まあ、吉川英治さんの物語はこれはもう本当物語としてね、史実とは、だいぶ違うんじゃないかなと、まあ、かなり創作部分が入ってるというふうに見て読んだ方がいいと思うんですけど、まあ、その、宮本武蔵を読んだんですけど、まあ、これが非常に面白かったですね。で群像劇みたいな感じで、宮本武蔵一人の物語というよりは、その周りの登場人物、いろんな登場人物が出てくるんですけど、その人たちの群像劇という感じで、なんかこうついつい先を読みたくなる、うまいなって思うんですね。その書き方が、ストーリーがね非常にこう引き込まれるストーリーで、次どうなっていくんだろうっていうね、こう興味がどんどん湧いてくる話でした。まあそういう意味でやっぱり吉川英治さんってすごい作家だなって思うんですよね。そういう実在の人物をモデルとした小説、まあ、これはあくまで小説として見た方がいいと思うんですけど、そういうのって僕自身は意外にやっぱいいなと思うんですよね。その人物、この前はその吉川英治さん以外にもいろいろ読んでて、高杉晋作とかね、司馬遼太郎さんですよね。司馬遼太郎さんっていう方の日々なんとか、ちょっと忘れましたけど、吉田松陰と高杉晋作の生涯を描いた全4巻の作品があって、これも面白いですね。僕自身はなんかこう吉田松陰という人物も素晴らしいと思いますし、高杉晋作っていうのこうね人物もすごく惹かれるものがありますね。
なんかこう常識を度外視しているというか、非常に破天荒な人物だなということで、まあ、非常にこう心揺さぶられるものが、僕自身もあります、とか龍馬が行くっていう、これも司馬遼太郎さんだったと思うんですけども、龍馬が行くも、数年前にね読ませていただいて、非常にこう感銘を受けました。まあ、それで、ちょっとね今電話が鳴って途切れましたけど、まあそういうことですよね。物語はね非常にいいと思います。小説、ミステリー、まあ物語ですよね。そういう物語っていうのを、しっかりと読むことで、自分がこうストーリーをこう展開するときに何か勉強、学びになるなって思うんですよね。まあそういうことをですね、思ったりしています。まあ、これ今ちょっと映像見えないんですけど、左手のねこの店のちょうどここ曲がると店に到達するんですけど、この角っこの店が再オープンというか新しい店に変わりまして、前は昭和食堂っていうお店だったんですけど、今回はロバートっていうね、なんかロバタのえらい満杯でやっぱり初めはね来てますけども、まあそういうお店がオープンしたということで、まあ発展してほしいなって思いますよね。ここ何回も変わってるんですよ。